今回はボッチザロックウェハース新発売に対するみんなの反応をご紹介します。1日2本以上投稿していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは行ってみましょう。おーほー、びっくりマンチョコかよ。20個も食えねえよ。シールだけ取ってウェハース捨てるなよ。捨てられて社会現象にするのがファンの鏡。よしよし、シールじゃなくてプラカードだな。いいぞ。まとめ買いしたはいいが、ウェハース食うのが苦痛すぎて開けないのあるある。ウェハース食わないなら俺にくれ。全25品なのに1箱は20個入りとかいう罠。さらにそこからダブる可能性もありそう。見たけど発売日3ヶ月後だった。キララでこういうのは珍しいな。これ集めるとどうなる。嬉しい気分になる。この手のウェハース最近うまくないよな。昔の遊戯王ウェハースは森永でめちゃくちゃうまかったのに。神羅万象チョコ復活しろ。皆さんはボッチザロックウェハース新発売についてどう思いましたか。ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。チャンネル登録もしていただけると励みになります。